東京都羽村市。羽村市は製造業の出荷額が都内で2番目に高く、製造業が盛んな町です。産業の活性化、ものづくり企業の町羽村としての取り組みを重点的に推し進め、市内企業のさらなる発展に向けての支援を続けています。羽村の製造業は日本や世界のものづくりをリードしている企業が多くあります。そんな国内外に影響を与える企業の優れた技術を紹介します。三振工業と申します。エアコン部品、特に電動弁と呼ばれるものの部品を多く作っています。一番の強みは高精度なものを短期間で大量に作るということにあります。三振工業は自動旋盤を使用し、さまざまな高精度の精密部品の加工をしています。特に力を入れているのがエアコンで使われている円筒弁という部品です。昔のエアコンは温度変更を行うときに弱、中、強など大まかにしか変えることができませんでしたが、高い技術で作られた電動弁を使うことで、最近の省エネエアコンは細かい温度変更にも対応できるようになりました。三振工業はその精密な技術が要求されるエアコンの電動弁の部品を高品質、低コスト、納期厳守で大量生産が可能なため、省エネエアコンの発展の一翼を担っています。最初は丸い細長い材料なんですけれども、それを、機械に投入しまして、機械から出てきた時にはもう完成品になっている状態になります。で、次に出来上がった完成品が、洗浄室の方に運ばれてきまして、洗浄前はまだ、機械油がついていたり削りカスがついている状態なんですけども、それを洗浄で、落として、でその後は、品管の部門で、完成品の精度が出ているのかというのを検査する、そんな工程になっています。今は人が最終製品を目視でチェックをしてトレーに詰めるという作業をしているんですが、検査ロボットというのを導入しておりまして、まだ試運転の状況なんですけれども、最終工程の人が目視で検査しトレーに入れるというのが全て自動になる予定でいます。このエリアは、周りが多くの工場で囲まれてまして、居住者に迷惑がかかるといったようなこともそれほど気にせずに、会社を営業できております。この羽村市のこの立地がいいのかなと感じています。これからも、弊社の顧客からの要求事項というのは、高精度であったりとか、短納期ですとか、高い、要求を求められてくると思うんですけども、それに対して弊社の加工技術ですとかを駆使してお客様にいろんなソリューションを提供できたら嬉しいなと思っております。